40なんですよ。はい、何か問題だろう。いやね、僕ね、子供欲しいんですよ。なんか付き合って子供作るとなると年齢的にどうかなと。お言葉ですけど、あなたも40ですよね。精子も劣化するってご存じない。今、あなたと私は同等の価値なんですよ。分かってます？あ、もしかして自分はおっさんだけど若い女性と結婚したいとか思ってません？厚かましい。だったら私だって若い男がいいに決まってるじゃないですか。はい、論外。なんだこの女。いやー、やっぱ普段は稽古とかバイトとか忙しいんですけど、でも家事とか育児手伝いますよ。手伝う？今手伝うって言ったな。なんで手伝うポジションなんだよ。てめえも一緒にやるんだよ。ナチュラルにその言葉が出てくるやつは地雷、論外。いや、とても色気がありますね。セクシーです。ハイアウト。今私のこと性的な目で見ましたね。あ、いや、あの、魅力的だったんで褒めただけです。コリゴリなんですよ。私は心のセックスがしたいんです。心のセックス？そう。ただ体を重ねるなんて虚しいだけ。心のセックス、心の中出しがしたいんですよ。心の中出し？気持ち悪い。あー、怖かった。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうされたんですか？大丈夫ですか？あー、まあちょっと。無理なさらないでくださいね。こういうところって疲れますよね。女神だ。あの、私今日も無料でいいんですか？ええ。なんで私ばっかりいつもタダなんですか？はい、お客様がご来店された日はですね、カップリング率が爆上がりするんですよ。幸運の女神様。あ、そうなんですか。たまたまですよ。っていうか肝心の私が全然何回来ても彼氏できないんですけど、本当に結婚できますかね？大丈夫です。まあ、また来ます。またお待ちしております。